supplies. Hang in there. Where's our support? We can't take any more of this. Stop that scratching, soldier.許さん！なんだよ、夢か。当たったわよ！あなた、あなた、ボケっとしてる場合じゃないのよ。なんだ、当たったって、何に当たったんだ、フグか。何すっとぼけたこと言ってるのよ。だいたいフグなんて食べたことないでしょ。よいい親父、耳の穴かっぽじってよーくお聞き。おい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 、なんだここの家族は一体やってらんねえぜ。それもハワイホームステイの旅。暑いなー、今日も暑い。さあさあ、ぐずぐずしてはいられないわ。ほれ、レナも勝負水着を出して。あなた、さっさと用意してよ。おいおい、ちょっと待ってくれ。なんだ、ハワイ行くのか。ホームステイってなんだ。どうしたの、ハワイ行くのか、こいつら。ホームステイするんでしょ。そんなことより、ハワイに行けるのよ。何ごちゃごちゃ言ってんの。急がないと出発は明日よ。明日行くのか。明日って、100円玉じゃね、これ。ちょっと待ってくれ。おーい、やっと着いた。こんなに時間がかかるとは思わなかったわ。日付変更線を越えたって言うけど見れなかったわね。なんだな、飛行機ってのは早いね。時間戻っちまうんだもんな。それにだ、あの飛行機に乗ってるウェイトレスのお姉さん、融通が効かないというか、わし以上に頑固だな。ちょっと息苦しかったから何度も窓開けてくれって言っても、その都度笑顔でできませんだもんな。お父さん、ウェイトレスじゃなくてキャビンアテンダントっていうのよ。おいおい、それに全然100円玉じゃねえやねえか。ガムこびりついてただけじゃねえか。やってらんねえ、マジ暑い。ところで母さん、ここは一体どこなんだ。しかもホテルじゃなくて普通の家じゃないか。誰の家。俺が芸能人のよく来るハワイってとこか。ハワイ、マジ暑すぎて。旅行中はこのブラウンさんの家にお世話になるよ。ブラウンさんって誰だ。さっき空港でわしらをここまで運んできたあの異常にでかい奴らのことか。ああ、腹減ったな。親戚か。腹が減った。その一言に尽きる。違うわよ、そういう旅行なの。よいしょ。なんかよくわかんないけど、ただで止めてくれるって言うんだから。こいつら何の話してんだ。おお、ただか。無料ってことだな、それを早く言え。なんだ。そうそう、なんで体育座りしてんだ。ただで人の家に泊まるのがホームステイってことなんじゃない。そういうオフ会か何かか。ヒッチハイクみたいなもんよ。この家の人、まあ、とても親切そうな人たちでよかったね。ったな、家もすごく立派だし、何か食べるもんが。私たち一人に一つ部屋を貸してくれるみたいな。ちょっと部屋を見どうでもいいが、わしは寝るぞ。ここすごいおしゃれじゃねえか。布団も敷いてくれ。おしゃれな部屋に泊まるよな、こいつら。今起きていないと時差ボケ治らないよ。あ、腹減った。こら、広いな。親に向かってボケとはなんだ。
ハワイ行ってます、ね、どこなんだ今寝てしまうと南か起きたらきっと夜だよ。うわ、危ねえ、なんだなんだハワイに来たのに。なんだこれ、必要なのか、これ扇風機か何かが。でもレナ、ちょっと顔色が良くないわよ。そうなの、さっきから頭痛いんだ。やっぱり眠いからほんのちょっと1時間だけ寝てそれから遊びに行こうよ。それもそうね。じゃあちょっと寝ましょうかね、お父さん。あなたは蚊です。私が蚊だ。あなたの先祖は代々山田家に生息しています。そうなんですよね。そこに生まれ育ったあなたはやはり山田家の血が最も体に合うようです。そうなんだよ、嫌なことに。さて今年も蚊にとって吸血シーズンである夏がやってきましたが、暑いね。あなたはこの夏、どうしてもやらなくてはならないことができてしまいました。そうなんだよ、本当に。それは難所、別名スペシャルサッキングスポット、略して SSS と呼ばれる場所からの吸血です。それは初耳だけどね。スペシャルサッキングスポットとは、蚊にとって最も美味な血を味わえるとともに、全て制覇した者には蚊の世界では英雄として称えられ、そうなんだね、さらに強力な生命力を手に入れることができるとされているのです。夢のまた夢だよね。今まで数多くの仲間たちがそれに挑戦してきましたが、そうそう、みな志半ばにして散っていきました。そうなんだよね、なぜ今年そのような危険なことをしなければならないのでしょうか。ならないのかな。それは今回、あなたが山田家の人と共に一緒にハワイへ行くことになってしまったからです。ほんといい迷惑だよね。全てのスペシャルサッキングスポットを制覇し、未だかつて誰も手にしたことのない未知のパワーを手に入れ、過酷な南国での吸血に耐え抜き、無事日本へ帰ってくることがこの夏のあなたのテーマなのです。そうだね。じゃあとりあえず腹ごしらえていこうか。ダメ、限界。待ってて、今行くから。あー、マジ腹減った。もう腹が減って腹が減って、お腹と背中がくっつきそうだってんだ。あっ、あっ、さあ、じゃあここらで画面の説明していただけるかな。やっと出番が来た。普通の声の私が説明しよう。画面左上の HP と表示されているメーターは蚊の体力を表し、その下の ST というメーターは蚊のスタミナを表している。体力がなくなればもちろんそこで終わりだ。スタミナはなくなってしまえばそこで疲れて立ち止まってしまうぞ。そして重要なのがその下に表示された丸いアイコンだ。そのアイコンはターゲットの不調の部分を表している。我々の任務は血を吸うだけでなく、そのターゲットの不調な部分をツボを刺激することで治してあげるということなのだ。お腹が痛ければお腹のツボを、頭痛がするなら頭のツボを刺激して治してあげよう。あ、そうそう、もちろん君は蚊だから血も吸わなきゃならない。右に表示されている注射器は君が吸った血の量を表している。その下に書いてある数字の分だけ血を吸えば OK だ。まあ、君は食いしん坊だからそれ以上食べてしまうかもしれないがね。私はこうやって君をサポートする立場だから、これからもたびたび登場させていただくよ。アディオス、兄弟。なるほど、そういうことだったのかな。さあ、じゃあ今日は、お、今日は美女か。今日は美女を吸わせていただこうか。じゃあどこ吸わせていただこうかな。じゃあ頭が悪い頭を吸わせていただこうかな。じゃあ君の瞳に乾杯か。よし、ちょっと、おー、なんだこれ。あ、すげえうめえ。あの美女だけあってすげえうめえ。ボーナスすごいんじゃないかこれ。死んで、死んで、死んで。儚い一生でしたね。マジで勘弁してくれ。もう今度こそ吸うから、吸うから、ほんと頼むって、吸わせてくれってばよ。でも頭を直そうってんだから、こっちはね、こっちは頭直そうってんだから。
よし、わあ、なんだこれ、壺神経分け書すげえよめ、なんだこれ、酸味が、あ、これも逃げなきゃいけないんじゃないのか、それ顔大丈夫か、うわ、なんだなんだ、わあわあわあ、逃げちゃえ逃げちゃえ、何こいつ見つかっちまったじゃねえか、これどういうことなんだこれ、バトルスタート、なんだ、何があったのこれ、何があったのこれ、なんだこれ、ハートを取りました、 HP が回復しました、だってばよ、減ってねえじゃねえか、 HP 減ってねえじゃねえか、これ、どうしたらいいんだ、なんだ、わぁ、うわぁ、お怒りか、うわぁ、あれ狂ってやがる、やつ、あれ、なんかあったぞ、あ、これも何かあったぞ、なんだこれ、あ、またピンキーか、これピンキーじゃねえのか、ピンキーのグレッパーか、カラーコイン赤を取りました、なんだってんだ、それが一体なんだって、どこに嫌がるんだ、やつどこで、うおー、なんだなんだ、すげえ嫌われてやがる、俺はすげえ好き好んでんの、あ、ちょっと待って、これなんだ、ちくわか、復活メダルを取ると万が一の際、復活、万が一の際ってなんだ、万が一もクソもねえぞ、これなんとかしよう、こいつ、こいつなんとかしよう、よし、じゃあここで行こう、まあ、いけ、タバをついて、肩をついて、いけーいけー、わかんねえ、システムがわかんねえ、丸を連打することしかできねえ、俺には終わっちまった、丸を連打したら終わっちまった、よいしょ、アイテムは他にねえのか、何かダメだ、アイテムがあるのか、あ、なんか、あったあった、なんだあれ、まだちくわか、まだちくわだ、ね、じゃねえのかこれ、太るまで吸血するときっといいことがあります、いいことってなんだ、そう、おめえにとってのいいことって俺にとってのいいことなのか、ここはなんかねえのか、あ、ここにもある、巻物だらけか、だ、ちょ、取れねえんじゃないかこれ、あ、取れる取れる、これなんだこれ、命のもとを取ると最大 HP が上がります、最大 HP が上がるってのか、最大 HP ってなんだ、カニ HP とかあるのか、いや、吸わせていただこうか、よし、いや、頭、あ、もう頭直ってるじゃねえか、てめえ、てめえ頭、ちょっと待って、もうそこ吸おうか、そこ吸おうか、じゃあそこに君の胸元に行こうか、めえ、なんだこれ、これカシスミントが何か入ってんじゃねえか、カシスミントってなんだ、カシスオレンジェ、あ、オレンジェ、あ、お疲れ様でした、やべ、マジやべ、こんなに難しいと思わなかった、どうしよう、とりあえずもうすっちまえすっちまえ、もう頭が、もう頭狙っちまえ、頭狙っちまえ、なんとかなりやがるって、きっと。もうこれ何回も発見したで、さっき、もう、つい先ほど発見したつもりじゃねえか、それ。もういつまでやればいいんだ、もう逃げた方がいい。おぉ危ねえ、なんて危ねえんだ。もう、一発でやられちまうから。これじゃあ、いいぞ。これでちょっと待って、これでもうゴールできるんじゃないのか。うわ、お前、いけるのか、それ。顔が逆に腫れ上がるぜ。ここも、あれ、行っちゃいけねえのか、太るまでするといいことがあります。ちょっと太るまで吸ってみようよ。マジ格別だからな、こいつの血は。こいつの血はやっぱ若いやつの血は、もう落ちて、やばいぞ、これやべえぞ。もしかしたら目が光るやつじゃねえか。わぁ、ちょっと待て。それになったらマジシステムがつかめねえんだって。それになったらシステムがつかめねえんだって。ちょっと待て。こいつ視点で行こう、こいつを見ながら、こう、避けよう、あっ、何よ、あんた見つかっちまった、どこだよ、これ、どこだよ、ベランダ出ちまったって、こいつ逃げよう、逃げよう、マジ、あんまり大きい声出すと、母親に怒られるんだって、母親に怒られちまうんだって、もう、お前に静まってくれって、ダメだから、もう静まってくれ、うわ、なんだ、何か押さえんじゃいいのか、丸ごと姉出しがいいとか、とりあえず。システムがつかめねえシステムがつかめねえでも勝っちまった、よいしょっと、早く寝てくれ、
もうこいつ2本にしよう。2本吸えばもうそれで十分ってことにしよう。もう太もも吸わせてやろうか。あ、太ももは太ももですげえ美味しいな。若いやつは違う、ちげえ、全然ちげえ。もう一回だと、あ、もういい、もう一回、うわっ、ねあ、太りました。太りました。あ、これ応募だぜ。これ応募だ。帰らせていただこう。もう腹もいっぱいだ。もう帰らせていただこう。今日はいい一日だったぜ、ほんと。初めての吸血はいかがでしたか？その調子でどんどん吸血してください。